ス、大きな拍手でお迎えください。スプラッシュです。お願いします。
皆さん最後ねこれ一緒にやってくださってありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ自己紹介しましょうかね。はい、ゆきなです。あいです。はくなです。まこです。るいかです。あいこです。ここはです。7人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。スプラッシュ2回目のステージ始まりました。皆さん雨の中来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。もうね、すっごい雨だね。ねそう、今日ね、ちょっと強くなって。ありがとうございます、本当に。でも今日も勝利を願って、ぶち熱く最後まで盛り上がっていきましょう。でもまず、ぶち熱く盛り上がるためには、腹ごしらえ必要ですよね。はい。ということで、今日も、今回も、あの企画に行きたいと思います。スプラの気になる、スタグル紹介。今回紹介するのは香りママのこだわりキッチンさんのスプラソフトとカレーパン&ポテトのセットです。スプラソフト、私実はちょっと食べたいと思ってたんですけど、なかなか食べる機会ってないから今回食べるのが初めてだったので、食べてみたらあのスプラメンバーのカラーのお入りがたくさん入ってて、そのお入りもすごいサクサクで、そのバニラソフトとすごいマッチングしててめっちゃ美味しかったです。すごいね、バニラ味だけじゃなくてね、いろんな味もあるから、ぜひ試合観戦中にねおすすめだな、はい、それです。で私のカレーパンとポテトのセットは、うんうんうん、もうカレーパン一口食べたらカレーに到達しちゃうんです。もうたっぷり入っててもう美味しいのなんの、うんうん、だからもう生地もちょっと甘いんですよ、うんうん、生地の甘さとカレーの辛さがすごいマッチしてて、めちゃめちゃ美味しかったです。いいね、そうね、この2人のね以外にもココハもねいただいたんだよね。私も あちらに皆さんから見て右側に見える前田食品さんの塩焼きそばをいただきました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。塩昆布がね隠し味であるんですけど、うん、それがいいアクセントになってとても美味しかったので皆さんおすすめです。はい、食べてみてください。そう、3人がね食べている様子は私たちスプラッシュのサンフレッチェレディスのツイートにも上がっているので、ぜひチェックお願いします。お願いします。空腹は最大の調味料ということで、皆さんにさらにスタグルを味わってもらうために、次の曲はサンジュ体操に行きたいと思います。踊ってね、お腹をペコペコに皆さんさせましょう。はい、させちゃいましょう。一緒に踊ってくれる子たちはいるかな。いるかな。おいで。よかったらぜひぜひ前のステージおいで。雨ひどいから。そうね、ありがとう。実はね、私たちのスクールの後輩たちも来てくれてて、すごいね、サンフレの衣装かわいいね。はい、あ、どうぞ、よかったら、あ、おいで、全然おいで。初めての方でも全然一緒に踊れるので、ぜひ小さい子にも大人の方にもおすすめなんですけど、まあ、今日はね残念ながら雨ということで、あまりね踊りにくいかもしれないんですけど、ぜひ片手だけでもできるので一緒に試合前踊りましょう。お願いします。はい、ということで今日ね、はくなしかもね初めてなんよね、初めての体操姉さんになります。どう、緊張しとる？緊張しとるんですけど、はい、まあ、皆さん、うん、温かいお目で見てくださると嬉しいです。はい、ということで小さい子もね緊張してるかもしれないので、それをほぐすぐらいしっかりねリラックスで一緒に踊りましょう。それでは準備はいいかな。ミュージックスタート。まずはありがとうございます。次は往復ジャンプ、せーの、ジャンプ。
小さいお子さんも本当にありがとう、一緒に踊ってくれて、あの雨の中でもね一緒に踊ってくださってありがとうございました皆さん。そしてぜひね記念なので一緒に踊ってくれた子たちと一緒に写真撮りたいと思います。ぜひ真ん中に集まって、よし、じゃあみんなあの紫のカメラを見て撮りますよ。いくよ、準備はいいかな、せーの、1、2、3、フレッチェ。もう一枚、あ、大丈夫、もう一回いくよ、せーの、1、2、3、フレッチェ。ありがとうございます。雨の中本当にありがとう、気をつけて帰ってね、ありがとう。みんなやっぱり可愛いね、若いね、若いね。ということで、ありがとう、ということでね、今日はゴールデンウィーク最終日ということで、はいはい、あのお子さん連れのね、あの初めてサッカー観戦に来たよっていう方も多いと思うので、この後の試合がより一層楽しくなる、ちゃんと一曲練習したいと思います。もうねファミリーの方はねもう絶対ご存知だと思うんですけど、初めての方とね初心に帰って一緒に私たちと一緒に練習しましょう。今日練習するのは先ほど選手のバス待ちでも歌っていたあの広島ナイトをやるので、ぜひ知らない方も一緒に、知ってる方はぜひぜひ一緒に、雨の中なんですけど歌ってください。それではいきますよ、はいはい、広島ナイト、さあ行こうぜどこまでも、走り出せ走り出せ、輝け俺たちの誇り、広島広島、おー、はい、皆さんありがとうございます。次のね曲の最後にも歌うので、ぜひその時も一緒に歌っていただけると嬉しいです。はい、はい、それでは、ね、こうやってちゃんとの練習をしてみんなで、ね、ここで一丸になったところで、次が最後の曲になります。ありがとうございます。最後の曲をですね、もう選手の皆さんにエールを届けるにバッチシな曲となっています。途中でね拳を掲げたりするので、手拍子したり拳を掲げたり一緒に盛り上がってください。はい、それでは聴いてください。エコー、無駄
走り出せ走り出せ輝け俺たちの誇り広島広島走り出せ輝け俺たちの誇り広島広島ウォー今日も雨を吹き飛ばすぐらいぶちアツに応援するぞ。次のステージはドリームドールさんです。引き続きにぎわいステージお楽しみください。それでは以上スプラッシュでした。ありがとうございま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 した。しっかり体を温めてください。はい、ありがとうございました。スプラッシュの皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございました。さあ、雨の中しっかり。